練馬区議会議員の佐藤力です練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいりますさて今回は練馬区の保育園待機児童ゼロこの裏側で起きている変化についてお話ししていきたいと思います、まあ、令和3年度の練馬区の保育園等への待機児童はまゼロとなりました、まあ、こちらが直近の待機児童数と定員枠の推移のグラフです これまで練馬区では待機児童対策として養保一元化を図った練馬こども園の創設や認可保育所の増設などに取り組み定員枠の増加を図ってきましたしかしながら令和2年度までは申し込み者数が右肩上がりに増えておりまたミスのマッチなどにより保育園に入れない子どもがいました。今回 待機児童対策としての定員拡大とそして新型コロナウイルスによる申し込み者数の減少により待機児童がゼロとなりましたこれ自体は非常に喜ばしいいことだとだ思いますしかしながらその裏側で何が起きているのかというところをちょっと説明していきお話をしていきたいなと思います。これは 令和2年と令和3年の就学前児童数の比較表です合計で1200名もの数が、まあ、昨年と比較し子どもの数が減っていますこれはまあ少子化の流れとともに、まあ、新型コロナウイルスによって妊娠出産を控える方が増えていることがまあ影響しているだろうとまあ推測されますただまあそれだけではありません まあこのグラフ見ていただきますとこのグラフは練馬区における生まれ年年年ごとととの人口をまあ令和でで比較したグラフです、まあ、どういうことかと言いますと令和元年に生まれた子どもの人数が令和2年と3年と比較し増加していれば引っ越してきた子が多いということであり減少していれば 他の自治体に引っっ越ししてていいたととうことを意味しています。まあ新型コロナウイルスによって東京離れがまあ起きていると言われていますが令和2年1月1日現在の練馬区の人口は73万9,435人で同じ令和3年1月1日現在の人口は74万飛んで99人と、まあ、こちらを比較すると 人口自体は増えていますしかしながら今年2歳から5歳になる子どもの数は大きく減少しています令和2年と元年を比べたグラフと比較してみるとよくわかると思いますが高齢者の方の減少は例年通りである一方未就学の子どもの数は減少は顕著に現れています、まあ、さらに 18歳から30歳ぐらいまでの方のまあ転入、まあネリマに入ってくる人の数は大幅に減少しています。まあそれに加えて外国人人口がまあ1400人近く減少している中で練馬区全体の人口は600人増えているまあ現状にあります。まあつまり何がこのまあ結果から言えるかと言いますと新型コロナウイルス対策のおかげで まあ、それ以外の要因もあると思いますが、まあ、高齢者の方の、まあ、死亡者数が減少しているその一方で18歳から30歳くらいまでの、まあ、大学生や働き盛りの方の手に練まて、あ、減少していますますた未就学の子どもを持つ世帯の、まあ、練馬区東京離れが進んでいるということが分かります。 ま,あまだコロナが始まって1年間の結果なのでこれがコロナ収束後に戻るのかそれともこの流れは今後も続くのかこの動向をしっかりと注視していかなければなりませんがいずれにしても練馬区にとってあまり良い人口変動ではありません。今後もこの人の人流れそして 何歳がこう動いているのかっていうところの動向をしっかりと注視しつつまあ、今後の対策をまあ練りまくりまあ求めていきたいなと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。